はい、皆さん、こんにちは。それでは早速、世界史の模擬授業を始めていきたいと思います。はい、自己紹介します。私の名前、小林右京というふうに言います。理系科目の才能が絶望的にないので、なのでね、社会科の教員を志すようになったというわけです。はい、好きな偉人。まあ、これね、歴史の授業とかそういうのをやるね、先生方は結構言うと思うんですけど、私の場合はフリードリヒ2世ですね。プロイセンっていう、ちょっと今めちゃめちゃ噛んじゃったんですけど、プロイセンっていう、まあ、今のドイツにあたる国があるんですけど、まあ、そこの王様としてね、18世紀ぐらいに、まあ、いた人ですね。はい。もう、ものすごい芸術面で多彩な王様だったっていうことで、まあ、フルートもできて、作曲もできてしまうみたいな。ピアノも弾けるし、何でもできちゃうみたいな。で、それで、まあ、国政も結構有能にこなしてたっていうね、まあね、私の好きな偉人ナンバーワンですね。はい。で、まあ、使用教材なんですけど、まあ、山川出版社っていうね、もう、歴史をやってる人ならもうみんな知ってるであろう、もう、教科書をね、使うことにしましたよ。こちらですね。はい。山川の小説世界史っていうのを、まあ、今回は使いたいと思います。でね、まあ、なくても、わかるっていうの、まあ、教科書なくてもわかるっていうのを目標に、今回、まあ、授業を一応構成したので、まあ、ぜひね、まあ、気長にっておかしいよな。まあ、ちょっと見てくださいっていうことですね。で、こちらですね、まあ、ちょっとね、高校の世界史やってて、もっとディープな内容知りたいなってなったら、こちらのね、小説世界史研究っていう、これも山川のやつなんですけど、まあ、こっちのね、教科書よりも内容がディープになったものがあるので、もうぜひともそちらも利用していただけるとね、まあ、より理解が深まるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、この、まあ、模擬授業をね、作った、まあ、理由としては、まあ、大学の授業で模擬授業やんなきゃいけなかったんですけど、まあ、それで15分以内っていう縛りがあったので、まあ、ちょっと短めにね、やってた節があるんですね。急ぎ急ぎで。ただ、まあ、今日の場合、YouTube に上げる場合はですね、そんな時間の制約がなくて、まあ、だってせっかくね、めちゃめちゃ準備して臨んだ模擬授業なら、インターネットでも公開しようかなっていうことでね、私、今回やらせていただきます。はい。で、まあ、今日の到達目標として、まあ、ローマ分裂までの通史を理解するっていうのを目標に掲げてます。で、まあ、ローマって言えばね、まあ、皆さん、その世界史を知らない前提でいくと、やっぱりテルマエ・ロマエとかのね、イメージがあると思うんですね。でも、まさにそのイメージって正しくて、そのテルマエ・ロマエってね、もう風呂がテーマじゃないですか。風呂っていうのが成立し始めたのも、このローマ帝国期になるので、まあ、なので、そういったローマの、まあ、歴史っていうのを私がちょっと解説していきたいなと思います。でね、まあ、通史っていうふうに書いてあるんですね。流れが分かればいいので、細かい単語とかは一切覚えなくて大丈夫ですっていうコンセプトで作ってますね。はい。で、都市国家ローマ。まあ、ローマの誕生としてどういうものがあったのかってことなんですけど、まあ、前8世紀頃にラテン人っていうのが、まあ、建国したのがローマなわけですね。で、まあ、ただ、ラテン人が建国したのに、その後、まあ、ローマのちょっと上の方にあるね、エトルリアっていう、まあ、地域があったんですけど、まあ、そこにいた人種がですね、まあ、ローマにやってきて、まあ、王になったりとかして、まあ、政権を握ったりとかしてたんですけど、まあ、ラテン人とかね、みんなで結託して、そのエトルリア人を追放しましたと。それで、まあ、ようやくローマは、まあ、ラテン人の覇権にね、また逆戻りしたということで、共和制に次は移行していくわけなんです。で、共和制ってそもそも何なのかってことなんですけれども、はい、君主制ではない政治体制のことっていうふうに言います。で、君主制っていうね、言葉は、まあ、その名前の通り、ある特定のリーダーが一人いて、で、それが、まあ、主権を握って政治を進行していくっていうスタイルなんですけど、まあ、君主制ではない政治体制のこと、じゃあそれって民主主義なんじゃないのっていうふうに思うかもしれないですね。ただそれは違うんですよね。実は民主主義ではないんですね。共和制っていうのは、その貴族が例えばその内輪で構成していたその政治っていうのでも、その、まあ、取り扱う内容なので、民主主義では決してないということが分かります。はい。で、まあ、ちょっと見づらくなっちゃったな。まあ、ここに平民会、御民会、元老院、コンスル、民会っていうふうにね、いろいろ当時の政治システムが、まあ、図示されてるんですけどね、タイトルを入力って出てきてるんですけど、まあ、ここはね、見逃していただいてと。はい。で、まあ、そうですね、紀元前なんですよね、ローマっていうのは基本的に。で、まあ、紀元前からその300年ぐらいまでっていうのがローマの、まあ、歴史なんですけれども、短いですけどね。はい。紀元前にこんな政治システムがあったって、冷静に考えてみたらね、すごいことだと思わないですか、皆さん。だってこれね、日本とかだと縄文時代
とかですからね、まさに縄文時代よりちょっと前ぐらいかもしれない。その本当に槍とか持って、その象だったりマンモスだったり飼ってる時期に、その向こうの人たちってこんな政治、高度な政治システムを築いてたんだって思ったらね、私これ授業作ってる時ちょっと感動が止まらなくなりましたね。はい。あ、でそうですね、この元老院っていうのが当時強い権力を持ってました。でこの元老院っていうのはですね、まあ、終身任期なので、もう一度なったらもうずっとなり続けられるっていうことですね。まあ公務員とかでもね、まあ、事件とか起こさない限り、よっぽどでなければ、まあ、クビになることはないみたいな感じなんでしょうか、わかりませんけど、はい。でまあ身分闘争っていうのがね、やっぱ当然発生してくるわけです。そういう強い権力を持ってたりとか、まあ、貴族と平民では圧倒的な差が当時ありましたからね。御民館っていうのが設置されることになります。はい。これはね、御民館って何なのか、元老院とコンスルっていうのに強い拒否権を持っているっていうね、役柄なんですけれども、まあ、このコンスルっていうのも後からそのできる法律では、まあ、平民が入る、平民絶対入れなきゃダメっていう法律とかできたりするんですけど、それまでは元老院もコンスルももう本当に貴族たちしかいなかった。なので貴族だけがやっていた政治なわけですね。でまあ、そこに、まあ、拒否権を持っている御民館という役割が新しく、まあ、できるようになったわけなんです。だからこの元老院とコンスルのもうね、一強独裁みたいな、そういう状態からようやく脱することができて、平民のもとにようやく政治が降りてくるっていう話になってくるわけなんですね。はい。で次ですね、十二兵法っていうものなんですが、司法っていうのは、まあまあ、三権分立やら今やら今では なんかね結構高度なものになってますけど、まあ、神官がね司法を今までやってたんですよ、このローマっていうのは。で慣習法初の成文化って書いてあるんですけど、慣習法っていうのはその口頭でしか、まあ、伝えられなかったその法律なんですね。だから文字に起こされてなかったんです、法律なのに。それを初めて成文化して市民も見れる状態にしたっていうことで、まあ、この身分闘争の一部として挙げられてます。で、まあ、こんなね、まあ、めちゃめちゃ長いですけど、タイトルを入力ってなるんだよ、はい。まあ、これが十二兵法ですよ、はい。ただ、まあ、当時の識字率ってめちゃめちゃ低かったんですね、市民の。 5% 切ってて、もう本当に 1-2% ぐらいだったんじゃないかっていうふうに当時言われてました。なので、まあ、こういうふうに文字に起こして市民のところにこうやって司法をね、まあ、下ろしてきたところで誰も理解ができないという、まあ、悲しい事態になってますとね、いうことです。今の日本は 99% の識字率、残りの 1% はよくわからないんですけど、まあ、99% あるみたいなので、まあ、今の日本からしたら、え、 1-2% しか文字読めなかったのっていう驚きがありますけどね、はい。でまあ、その後リキニウス・セクスティウス法っていうのがね出てきます。でね、コンスルのうち1名は平民から選んでくださいと。そして、まあ、大土地所有の制限ですね。まあ、こういったところで、まあ、平民に、まあ、ちゃんと人間らしく生きる権利みたいなのをどんどん与え始めていくわけですね。はい。ホルテンシウス法、平民会の議決を元老院の承認なしで国法とできる。平民会というのはここにあるやつですね。今まで政治に参加全くできなかったのに、このホルテンシウス法では、まあ、普通に政治に参加できるようになったというわけです。はい。で、まあ、日本闘争のね、まあ、最終形といってもいいでしょうかね、御家人戦争というものが始まっています。はい。まあ、ローマっていうのは当時めちゃめちゃ広大な植民地を、まあ、持っていたのでですね、まあ、その中の一部に、まあ、アフリカのこの先端あたりにカルタゴっていうところがあるんですけど、まあ、ここを植民地として守ってたわけですね。他にもいっぱい持ってますよ、当然。で、まあ、そのカルタゴが反乱を起こしたと。で、まあ、ローマに攻めるというのがポエニ戦争の、まあ、単純なストーリーです。で、まあ、全部で大きく分けてね、3回に分けることができるんですけど、まあ、その結局はローマが勝ってしまったということで、まあ、ただこのポエニ戦争がきっかけでローマっていうのはめちゃめちゃそのいろんな甚大な被害を被ることになるんですね、はい。で、まあ、受験的な観点でいうと、これだけは絶対外せないっていうポエニ戦争のエピソードがありましてですね、はい。ここに赤文字でハンニバルっていうのがいますね。なんかゴッドイーターとかそういうのでも名前聞いたりするかもしれないですけど、このハンニバルっていうのは、まあ、カルタゴのね人なんですが、このカルタゴってアフリカの上の方にあるじゃないですか。で、まあ普通にローマに侵攻しようとするとシチリア島っていうところを渡ってローマに行かなきゃいけないんですけど、まあ、このハンニバルっていう人はですね、このイベリア半島、まあ、今でいうスペインとかポルトガルのあたりですね、こっちの方からアルプス山脈、ここ越えてローマに侵攻してったんですよ。でこの、まあ、季節確か冬だったのかな、だからもう雪で覆われてるアルプス山脈をもう象で乗り越えてローマまで侵攻してきたと。
でもこれでローマにめちゃめちゃ被害を与えたっていう観点で、まあ、ハンニバルさんめちゃめちゃ名前が知られていますと、はい、で、まあ、あのカルタゴは当然、ね、そのローマが勝ってしまうことによって滅亡させられてしまうわけなんですが、まあ、あの扱いがすごいひどくてですね、もう塩をまかれるんですよね、カルタゴの地に。なんで植物が全く育たない土地にローマ人がねしてしまったっていう、それだけローマ人のそのカルタゴに対するヘイトはすごかったっていうことです。で、まあカルタゴ滅ぶべしっていうふうに書いてあるんですけど、まああのまあこれはね雑談的な話になってしまうんですが、まあ、当時のローマのね、まあ、議員とかいっぱいいたわけなんですけど、その議員の演説とかでね、全く関係ないその文脈で、まあとにもかくにもカルタゴは滅ぶべきだよね、カルタゴ滅ぶべしみたいな感じで、そのまあ選挙公約とかさいうところで行ったりとかしてる人がね結構いたらしいです。はい、まあ、なのでもう政治の売り文句の一つみたいになってたみたいですね当時。はい、でその後、まあ、あのポエニ戦争の余波っていうことで内乱の一世紀っていうのが起こります。もうローマの中身がぐちゃぐちゃになるわけなんですけど、はい、ポエニ戦争の余波で抽象自作農が没落っていうふうに書きましたね。はい、で、まあそうですね、輸入作物で国内の農家が甚大な被害を被るっていうね、まあ、日本でもよくある現象の一つなんですけど、それと全く同じ状況がこのローマでも生まれることになります。ローマっていうのはねめちゃめちゃいっぱい植民地を持っていたので、その植民地から大量にその、まあ、野菜だったり作物だったりとかそういうのを輸入してきたらですね、まあ、当然まああの国内にいるローマのね、まあ、自作農は全員もう売れなくなるじゃんっていう、安いその俗種のね作物ばっかり買われたらもう商売上がったりだよっていうことで、まあ没落していくわけですね。生計が立てられなくなってしまう。で、まあこの後グラックス兄弟っていうのが自作農の再建を目指すんですが、まあことごとく失敗してしまうと。そこでもうローマはもうねいろんなもう立場の人が入り乱れても内乱の一世紀っていう名前がつくまでにもうカオスな状況になっていくわけです。はい、平民派のマリウスっていう人、そして罰族派のスラ、罰族派っていうのはまあ要するに貴族派のことですね。はい、このマリウスとスラで主にまあ戦ってたわけなんですけど、そこに遣唐使、遣唐使っていうのはね、まあ、当時奴隷のような感じで連れてこられてもうあの殺せよってあるじゃないですか、円形闘技場なんですけどそこで戦わされてみたいな、もうバキの世界観かなみたいな感じなんですけど、まあ、あのそういう身分の低かった遣唐使の人たちも反乱を起こし始めて、平民派、罰族派、遣唐使、まあ、そしてこの後紹介する三党政治っていうのもまああのメンツもね入り乱れてもうカオスな状態になっていくわけなんです。はい、でまあこの戦い結局誰が制したのかっていうことなんですけど、まあ三党政治になっていくということでね、この3人があの、まあ、覇権を握っていくことになるわけです。はい、でまあこの一番右にいる人がカエサル、一番、まあ、左にいる人がポンペウス、真ん中の人がクラッススっていう名前なんですね。でカエサルっていうのはですね、まあもともと平民出身の将軍で、まあ、圧倒的な支持思ってたわけなんです平民から、まあ、なのでもともと有名人、そしてポンペウスと、まあ、クラッススはですねスパルタクスの反乱を一緒に鎮圧しました。さっき遣唐使のスパルタクスって出てきましたね、これをまあ一緒に鎮圧したってことで、まあ、あの実力が認められたと。でクラッススはまあ貴族出身、ポンペウスは軍人であり政治家だったっていうね、まあ、あの立場が3人とも違うっていうことに注目してもらいたいっていうことです。でね、まあ、この三党政治も長くは続かないわけなんです。そのさっき言ったね貴族出身のボンボンのねクラッススっていうのが、まあ、あのポンペイウスがそのスパルタクスの反乱っていうのをまあ沈めたメインの人物なんですよ。でクラッススっていうのはまあそれにまあなんていうんだろう、資金だったり物資の援助をしたりとかして間接的なまあ支援でまあ一緒に鎮圧したってことなんで、当然ポンペイウスにその手柄っていうのは勝てないわけなんですね。でまあこのクラッス、まあ、あのポンペイウスの手柄にね憧れて自分でいろんなところにね出兵してもう手柄を上げてやるぞっていうことをやろうと思ったんですけど、まあ、あのそこで戦死してしまいます。まあ、なので三党政治の一角が崩れ落ちるってことでね、残りの二党で対立することになるわけです。で、まあ、当時カエサルっていうのはガリアっていう土地にですね遠征に行ってローマの領土を広げようとしてたわけなんです。まあ、ただ、まあ、あのポンペイウスがそこで企んでですね、元老院とかを焚きつけて、カエサルがガリアから帰ってくることができないようにしてやろうっていうふうにしたわけです。まあ、ただ、まあ、カエサル VS ポンペイウスっていう状態になったわけなんですけど、まあ、そこで、まあ、ポンペイウスは敗北してしまいますと。で死にますね。でその後、まあ、カエサルがね、まあ、あの独裁官として、まあ、国のリーダーになるわけです。で、まあ、結構
カリスマ的な人気を得てていい政治をしてたみたいなんですが、まあ、元老院とかねそういうところのね人たちからは面白くないので、だって元老院に不利な政策とかをどんどん実行していったわけですから、まあ、許せないと。で、まあ、そこで、まあ、ブルートゥスらを筆頭にして、まあ、元老院側の勢力によって暗殺されることになるわけですと。で、まあ、有名なセリフでね、ブルートゥスお前もかっていうセリフがあるんですけど、まあ、これはあのシェイクスピアの劇で、あのジュリアスシーザーなんちゃらみたいな劇があるんですけど、そのセリフで、まあ、有名になりましたね。はい。で、まあ、この後第1回三党政治っていうのは終わりを告げてしまうんですが、まあ、カエサルの部下だったり養子たちが、まあ、第2回三党政治っていう形で引き継ぐことになります。で、これがこちらですね、第2回三党政治、左からオクタミアヌス、真ん中がアントニウスで、右がレピドゥスです。はい。この人たち全員部下と養子っていうふうに、まあ、先ほども申し上げた通りなんですが、まあ、3人の共通項としてカエサルの暗殺をもう直接見てたわけなんですね。まあ、なので、まあ、あの三党政治、第2回三党政治が始まって早速やったこと、これはまああのカエサルを暗殺した、まあ、勢力を、ね、まあ、駆逐することだったわけですね。で、まあ、まあ一通り駆逐し終わって、で、まあ、結構、まあ、これでようやく私たちの時代がやってきましたよということなわけですけれども、またここでね一悶着あるわけなんです。はい。当時あのプトレマイオス朝エジプトっていうのがね、まあ、今も名前変わんないんですけどエジプトにあったわけなんですけど、まあ、そこのね王女クレオパトラっていうのはね、まあ、有名ですけどいたんですね。で、まあ、当時ローマにとってエジプトっていうのは、まあ、敵国だったわけです。で、その敵国の女王とアントニウスが、まあ、もう仲睦まじくラブラブになってしまったと。で、まあ、それに加えて、まあ、敵に寝返ったのに加えてですね、オクタウィアヌスの妹とアントニウスっていうのは結婚してたんですけど、俺の妹と結婚しといてお前クレオパトラと何不倫してんのっていうことで、まあ、ダブルの意味でもうオクタヴィアヌスの怒りを買ったと。で、まあ、アクティウムの回戦っていうのがあるんですけど、まあ、ここでオクタヴィアヌスが、まあ、アントニウスを破ると。で、まあ、敗走したクレオパトラとアントニウスの2人はその後自殺して、まあ、オクタヴィアヌスが、まあ、大勝利を収めるっていう形になるんですね。はい。で、それでまた二党政治になってしまうわけなんですけどね。まあ、レピドゥスはオクタヴィアヌスに部下を買収され失脚、まあ、なんかしょぼいですけどね。はい。で、これでようやくオクタヴィアヌスの一人勝ちで地中海が平定され内乱の一石が終わりを告げることになりました。はい。で、まあ、オクタヴィアヌスのね、まあ、あの事実上の皇帝独裁元首制プリンキパトゥスっていう名前がついてるんですけど始まるわけなんですね。はい。で、まあ、元老院を散々ねその叩いた、まあ、勢力のね一味だったはずなのに、オクタヴィアヌスね、元老院をめちゃめちゃ優遇するようなね政策、共和制とかのね制度を尊重したものをね取り始めましたね。で、まあ、元老院からアウグストゥス尊厳者っていうね称号を与えられることになるわけですね。で、まあ、こういう風にオクタヴィアヌスの像を作られたわけなんですけど、まあ、足元にね天使がついてますね。もうこれは要するにオクタヴィアヌス君は神の子孫ですみたいな、そういう意味合いが込められてたりします。まあ、要するに、まあ、ねカエサルと同じようにはならないと。元老院を迫害してそれで元老院側から暗殺されたらたまりませんから、まあ、そういうところに対する懐柔策もしっかりオクタヴィアヌスは用意していたっていうことになるわけですね。はい。そしてオクタヴィアヌスがまあリーダーになってから、まあ、およそ200年間にわたってローマの平和パクスロマーナっていうのが訪れます。で、まあ、このパクスロマーナの中で、まあ、五賢帝時代っていうのが訪れるんですけど、まあ、5人の有能な皇帝がですね、まあ、続々とそのリーダーになるっていうね奇跡的な状況が起こるわけです。まあ、ただ、まあ、なんて言うんだろう、まあ、ここにね動画で示してあるやつもあるんですけど、まあ、ここの内容を見るにですね、この五賢帝別に有能だったとかそういうわけでは特別有能だったわけではなくって、前までの政治がひどすぎてそのまあ比較的五賢帝がマシに見えるだけの状態なんじゃないかっていうような問題定義がされてて、あ、なるほど、そういう見方があったんだっていうふうに感心しました。で、この五賢帝の中の、まあ、ここの一人ですね、トラヤヌスっていう人の時に、まあ、ローマの領土が、まあ、歴史上最大になりました。要するに一番繁栄したわけです。そしてこの五賢帝時代が終わった後、カラカラ帝っていう人が、まあ、リーダーになります。そして、まあ、全自由民にローマ市民権っていうのを付与することになります。このカラカラ帝っていう人が、まあ、風呂とか大浴場を作った人ですね、ローマに。なのでテルマエロマエの時代の時っていうのはカラカラ帝が、まあ、リーダーだったっていうふうに、まあ、捉えてもいいでしょう。で、ローマ市民権って何ってことなんですけど、まあ、あの選挙権だったり選挙権、そして裁判権、婚姻権など、まあ、いろんな権利を内包しているものですね。もうだから人間が人間らしくあるためのもう権利の、もう権利のスターターキットみたいなね、そういうものをローマ市民権っていうふうに言います。はい。
まあ、ただこれが、まあね、全国民にですよ、まあ、条件とかなくして一気に配布したらですよ、まあ、当然なんか忠誠心とかそういうのなくなりますよね。まあ、だからローマ崩壊の、ね、遠因を作ったらひょっとしたらこのカラカラ帝のローマ市民権の付与だったんじゃないかなんて言われてたりもしますと。はい、で、まあ、ローマの平和が訪れた後、まあ、平和が訪れた後は当然まあ混沌とした時代が続くわけなんですけど、3世紀の危機っていう時代が訪れますね。はい、軍人皇帝時代っていうのがこの間やってくるわけなんですが、即位した25人の皇帝次々と殺害されるっていうね、もう本当に不穏な時代がやってきます。はい、で運よくね、暗殺されなかったワレリアヌスっていう人がいるんですけど、これもね、あの、まあ、当時っていろんな民族がその北だったり東だったりも全方位から侵入してきてたわけなんですよ。ローマっていうのはやっぱり当然栄えてるんで、いろんなところから外から異民族がやってきて侵略しようとしてくるのは、まあ、ごく当然なことなんですけど、まあ、北にはゲルマン人、そして東にはササン朝ペルシアの、まあ、ペルシア人っていうような感じでどんどん侵入してきてたんです。でこのワレリアヌスさんはササン朝ペルシアに捕まってしまいます。でまあこの右上のね、まあ、レリーフみたいなの見ていただくと分かるんですけど、あのササン朝ペルシアのね、まあ、リーダーのシャープール1世っていうのに、まあ、捕まってひざまずかされてるねワレリアヌスの絵が今残ってたりしますね。はい、まあ、なので、まあ、捕まって捕虜になったんですが、その後消息不明ということで残念でしたっていう、もう全員が不幸になってしまいましたねって、バッドエンドですっていうことですね。はい、でまあそうですね、次共和制の伝統を無視した専制君主制ドミナトゥスっていうのが誕生してきます。もうね、今まで共和制とかで、まあ、平民のもとにその政治を下ろしたりとか、そういった涙ぐましい努力がねされていたのにもかかわらず、ね、まあ、ここでようやく君主制が戻ってきてしまいます。要するに一人のリーダーのもとにね、まあ、国が動くっていうような形式になっていくわけです。はい、でまあその第一人者ディオクレティアヌスっていう人がなるわけなんですけど、まあ、この人がまあ暴君みたいな人だったわけですね。はい、まあ、自分を神として崇めさせたりだとか、キリスト教をとにかく迫害しまくったり、本当に当時の遺跡とか見るとですね、キリスト教の人たちを生き埋めにした場所っていうのはもういっぱい発見されたりしていて、本当にもうやりたい放題だったわけです。はい、ディオクレティアヌスさん、この左上の人ですね。でその次コンスタンティヌスっていう左下にいる目がもうバキバキのね、もうなんかヤバそうな人いるんですけど、まあ、この人がねなった時には、まあ、キリスト教にめちゃめちゃ優しい懐柔策を取りました。まあ、なのでこのコンスタンティヌスさんの、まあ、時代を筆頭にですね、キリスト教っていうのがどんどん繁栄していくきっかけにもなったっていうふうに言われてますね。で、まあ、キリスト教を公認するミラノ勅令っていうものを出しますと。はい、そして、まあ、このコンスタンティヌスさんのね一番大きいトピックとしてはですね、はい、330年にローマにもともと都があったんですけど、それを都をですねビザンティウムっていうトルコの方に移したわけです。ここですね、右下のローマからコンスタンティノープルっていうふうに書いてあるんですけど、ここビザンティウムっていう名前だったんですけど、ここにまあ都を移して、まあ、都市の名前を自分の名前にちなんだコンスタンティノープルっていうものに変えました。まあ、今でもよく聞く名前ですよね。はい、なのでこっちに都が移ったってことで、まあ、これがねあのローマの分裂のきっかけにもなっていくんじゃないかなっていう話につながってくるわけです。でもうこのコンスタンティヌスさんの後しばらくしてテオドシウスっていう人が、まあ、皇帝になるんですが、まあ、そのテオドシウスさんが亡くなった後にローマっていうのは、まあ、東西に分裂することになっていくわけです。はい、これで最後のスライドです。はい、ローマっていうのは、まあ、分裂した時に西ローマ帝国と東ローマ帝国、こういった感じに分かれたわけなんですけど、まあ、東ローマ帝国っていうのは、まあ、コンスタンティノープルっていうのを中心に繁栄していったわけです。そして西ローマ帝国っていうのは従来通りローマを中心に繁栄していった国家なわけですね。で西ローマ帝国っていうのはもともとローマ帝国領土が広すぎていろんなところから侵入してくる異民族に対して対応できなかったんですね。まあ、なのでもうここにゲルマン人傭兵隊長って書いてあるんですけど、まあ、ゲルマン人にねまあまあ乗っ取られてしまって、でオドアケルっていう人によって滅亡させられてしまいます。これが476年の出来事でした。はい、そして東ローマ帝国、この西ローマ帝国とは対照的にもうとても長続きします。1453年まで存続することになるんですね。でまあこれ名前聞いたことあると思うんですけど、ビザンツ帝国、ギリシャ帝国だったりに、まあ、姿形を変えますと。でまあその1453年以降オスマン帝国、まあ、1922年までね続いたトルコの前身みたいな感じなんですけど、そこのトルコに吸収されて、まあ、属国になることによって東ローマ帝国っていうのは消滅してしまうことになります。ただまあトルコの中にねこういった東ローマ帝国のエッセンスっていうのは当然のごとく入り込んでいるので、まあそうですね、比較的西ローマ帝国よりはマシな最後を迎えたんじゃないかなっていうのが個人的な見解に
なります。はい、これで世界史の模擬授業を終わるわけなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、あの動画の長さとしてはね、25分を超えてすごく長い動画になってると思うんですけど、まあ、この長さの動画をですよ、15分までもうひたすらにもうギュンと詰めて、もうめちゃめちゃベラベラ喋りまくったっていうのが、まあ、模擬授業の内容でした。なのでもうね、時間がもう気になってもう授業どころじゃ正直なかったですけど、はい、YouTube だとこんな感じで、まあ、好きな時間なかなかやれるのでいいかなって思いますね。でまあこれでも結構、まあ、省略した方なんですよ、内容としては。はい、あのこの5検定ってあるじゃないですか。この5検定のやつって、そのなんていうの、試験とかでは、まあ、全員この5人覚えなきゃいけないと、どういう順番でなってましたかとかまでしっかり覚えなきゃいけない、功績も。でも泣く泣く省きました。なぜならそんなね、初めてローマ帝国について知る人がさ、ご検定なんて言われてもぶっちゃけ意味わかんないと思うから、まあ、だから、まあ、適当にかいつまんでこのローマ分裂までの通史を理解するっていう目標、ローマという国はどのようにして進んできたのか、政治が移り変わってきたのかっていうことについて、まあ、説明できたならよかったなというふうに思います。それではありがとうございました。お元気で。